何？騒がしいわね。どうかしたのかしら。お飲み物です。どうぞ。ちょっとおしぼりが先でしょ。どうぞクレオパトラ様。お飲み物にストローをさせていただきました。どうぞお召し上がりください。クレオパトラ様のために羽毛入りのクッションをお持ちしました。ありがとう。私がこのアリスでも美を保てているのはあなたたちの献身のおかげですわ。ここではバラのお風呂に入ることもそう簡単ではありませんもの。ひとえにあなたたちの愛が私を美しく保ってくれていますのよ。本当に感謝していましてよ。アリアス！一体何なの？あら、ネウスさん、ごきげんよう。ファビュラス、それはすなわちとても素晴らしいと皆様が私を褒めたたえているのですわ。当然です。皆様のお気持ち嬉しいわ。状況がよくわからないのだけど、できれば通行の邪魔だから廊下でやらないでもらえるかしら。まあそうでしたの。誰も来ないから大丈夫だと思っておりましたわ。みんな圧倒されて通れなかっただけよ。さすがはクレオパトラ様。すべてのものを圧倒するその気品、ファビュラス。それは悪いことをいたしましたわ。通行のお邪魔をするつもりはございませんのよ。皆様移動しますわよ。あ、そうですわ。どうせ移動するのなら皆様でお散歩などいかがかしら。お散歩ご一緒してもよろしいのですか、ファビュラ。あらあら、あらあらじゃないわよ。あんたもクレオパトラも手伝って。情報のフィードバックで体調不良にならないように急いで彼らを楽な体勢にしなきゃ。誰かヒポクラテス呼んで。